はい、こんにちは、エアソフト97の店長と97スタッフの勝です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はですね、気持ち悪く興奮してる人がいるんだけどG&G からね、はい、発売されている、まあ、AK シリーズかな、はい、まあ、RK という名前になってますけどね、はい、RK74 シリーズの3機種ですね。こちらの方を説明させていただきたいと思います。よろしくお願いします、うん、もうね、でなんで歯入ってたの今このタイミングですかさらっと流しても本編いくのかなと思ったまあね、うん、やっぱりね G&G さんの影響ってなかなかね、僕らも入れたりことがないので、うん、今回やっぱりそのタクティコーナー AK プラス、うん、しかも中身も電子制御です。上等らしいじゃないですか。そうだね、 AK 界の中では一番進んだ発射機構になっていることになるのかな。そうですね、はい、もうレビューするの楽しみで仕方ありません、ね、なんか変な汁が出てもう打ち合わせの話全部出すんですね、まあ、そうですね、アカン汁がね、あかん AK とかでアカン汁がね、こうドボドボと出てくる。あ、もう興奮してたまらんもうこんなのあるからやめようと思った、まあまあね、というわけであのかっちゃんがね興奮して変な汁が出てるようなので、まあ、そこら辺もね見どころとしてね、まあ、あのご覧いただければと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは G&G さんから、発表されました、うん、発売されました RK74 の T、うん、そして E、うん、CQB それぞれを解説していきたいと思います、うん、長いのが T、中ぐらいが E、はい、で一番短いのが CQB CQB ですよ、ね、はい、なぜか CQB だけの素直な名前なんですよね、うん、そうですねはい、まあ、簡単に解説すると、うん、亀井さん一番長いやつですね RK74、まあ、これが基本的な、AK74 のフルサイズバージョンの形で ね、 T, ね T の方ですね、長いライフルサイズの、AK になります、うん、はい、でこちらですね、いつも通りフロントの方から紹介していきたいと思うんですけども、うん、フロントは、AK74 タイプのフラッシュライダー、うん、ちょっと形状が違うような気もするんですけども、オリジナルを少し入れてるかもしれないですね。で少し小さめのフロントサイドに、うん、74タイプのガスチューブ、うん、ガスブロックですね。で、オリジナルのキーモッドハンドガード、うん、はい、はい、アッパーハンドガードはレール 20mm レールかね、ちょっと見にくいかもしれません。分かります？はい、このように上は 20mm レール、うん、で、ここですね、レシーバーの近くにもちょっとだけ1、2、3、4、5、6、うん、このスロットが入っている 20mm レールがついてるんですけども、うん、左右のこの側面ですね、うん、こちらはキーモットタイプの後付けのレールのタイプになっております、うん、はい、これどこのね、どこの実需メーカーのやつなのかなと一生懸命探したんですけど、うん、これはもう完全に G&G さんのオリジナル、うん、でオリジナルの割にはかなりかっこいいハンドレールハンドガードになってるんじゃないかなと僕は思います、うん、やっぱりあの高さもですね、ウルティマックレールぐらい低いレールにされていて、しかもキーモッドで、うん、もう潔くここも 20mm レールが根元だけの下とはキーモッドを、うん、細く長く作られているので、うん、やっぱりねこのキーモッドたるスタイリッシュさ、うん、これを生かしたままハンドガードにするってなかなかね AK 難しいと思うんですけど、さすが G&G さんといったところでしょうか。はい、で次そのままレシーバーをリアサイトブロックまで変な形してますね。変な形と実際ですけど、ね、はい、まあ、よく見るやっぱり AK に光学機器を乗せようとしたときに実習でもトップカバーに 20mm レールをつけて、それをやっぱりトップカバーだけだとガタつきがあって光学機器特に重たいスコープなんか乗せられないので、これをリアサイトブロックに関連付けて動かないようにする。そうすることで光学機器を安定した状態で乗せることができるっていうカスタムちょっといいですか。はい、ここの話をしてるんですよね。そうです、ここです、ここです、ね。でまあ、実需業界のパーツでいったらテキサスウェポンシステムズっていうところが似たような形に、うん、特にここら辺見てるんですけど、うん、出してるんですけども、テキサスウェポンシステムズの場合はこの、固定式のリアサイト状になってるこのパーツがなくて、うん、フラットな状態なんですね。あ、なるほど。なので G&G さんの方が
まあ、光学機器を乗せても、うん、で光学機器が不調になって取り外してもサイティングできる、うん、アイアンサイトもちゃんとついてる、はい、しかもね、あのだからここはブレないようにするためにここと接続してあるって言ってたけど、はい、それ以外にもね、ここを軸としてパカッと開くからトップカバーが、まあ、ポロッと落ちちゃったりとかね、なるほど、そういうこともないんだけどね。なるほどね、戦場でよくねトップカバーなくしたりすることをね、あるあるですよね、 AK あるある。知らない僕も聞いたことないですけどはい、で今持ち上げた時にこのお目の高い方すぐ気づいたと思うんですけど、うん、こちらね、これこの、ボルトキャリア、うん、ね、チャージングハンドですね、ボルトキャリア、これがですね、なんと、うん、このようにアンビチャージングハンドルになってるんです。おい、やっぱりね、タクティカル系のね、特にねシューターさんタイプの AK、うん、AK ユーザーさんは実銃の話ですけど、アンビはかなりね、好まれてますね、うん、やっぱり、マガジンを装填した手で、そのままチャージできる、うん、初弾を装填できるっていうのは、はい、有利になると思います。だって AK のね、ここいじるときね、結構いじりづらそうにしてるもんね。そうですね、手を回した感じで。お、はい、お、実演するの？実演しますよはい、じゃあ亀井さんちょっとやります。まあ普通はですね、これマガジンを離したときに、うん、再度装填する際、はい、マガジンを挿入しました、うん、でしたら今度はこちら、こちらのチャージングハンドルをこう行くんですけど、こっちからこうやってだから手をね、そうそうそう、回す、手を上から回す、もしくは下から回すっていうことで一回サイティングを外さないといけないんですよ、うん、それがアンビチャーハンだと装填しました、うん、ってなってからの、うん、要は装填、チャージ、うん、この一連の動作がサイティングしたままで行えるんです。シューティングマッチとかだと、もうちょっとサイトを外しただけで相当な遅れになりますから、うん、こういうやっぱりカスタム的なね、うん、パーツっていうのは大事になってくると思います、ね、はい、はい、さらにさらにカスタムパーツ、セレクター、うん、ちょっと大きいのは気になるんですけど、ちゃんと人差し指で操作できるようにですね、うん、このように、うん、通常の AK とは違ってこちらに突起のついてるカスタムタイプのセレクターレバーになります、はい、まあ、指の短い動きでも、ね、こうやって届いて操作ができますので、うん、ただやっぱりこのタイプのセレクターは上げるのはちょっと苦手な状態になっているので、うん、まあ、とっさに下ろして、セミで戻すときはもう、うん、他の手でゆっくりしっかりと安全を確認するっていう形がいいと思います。なるほど。そしてですね、最後ですね、はい、74だけ、うん、はい、74T だけですね、はい、フルサイズのものだけについている機能で、うん、はい、この押しの部分ですね、ストック弦、うん、これ見てください、なんか曲がりそうな形しませんか？うん、曲がりそうだね。もっと AK ですよ、AK。曲がるの？もうそうだよ。みんなよく見ててね。やばい。赤い汁が出てきた。ちょっと興奮しすぎてね、汗かいてますけど。ちょっと硬いんですけど、やっぱり型を取るためにちょっと硬めのスプリングが入ってるんですけど、このように、うん、パッカーンとね、なるほど、左側、左側面に折りたためるようになってます。はい。まあ、長いタイプ、一番長いタイプですけど、こうやってまあ持ち運び、携帯性を考えて、曲がるようになっているので、意外とね、あのハンドガンの持ち替えとか、ああいう時には邪魔にならないかもしれないですね。うん、そうだね。で、ほら、特にやっぱ T は一番長いからね、はい、そこが折りたたまってくれるっていうのはね、まあ、いろんなライフルケースに入る可能性がね、あ、それいいですね。ありがたいよね。はい、まあ、このままでもチャージングハンドルが引けますし、うん、ストックもですね、調整が可能になってます、うん、はい、ロック自体はこのエンド部分のスプリングの圧力でかかっている状態なので、うん、戻すときも同じように上によいしょ力を入れて戻していただけるとしっかりロックがかかるようになります、うん、はい、